滋賀県近江八幡市朝来町にやってきました。こちらは湧き水の町として有名なんですよね。今回はその清らかな湧き水を使って滋賀県唯一のお野菜を育てるご夫婦を訪ねたいと思います。あ、いらっしゃいますね。よいしょ。あ、こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱその辺は暑いですか？暑いです。仲良く作業する今回の夢追い人、吉井義弘さんと2人目のお子さんを妊娠中の妻、ルミ子さんです。これ、レタスハウスになるんですか？そうですね、全部リーフレタスでして、このハウスだけで7種類リーフレタスが植わってます。7種類、はい、水耕栽培なので、薬を使うのが少なくて済むっていうことと、で、水しか使わないのでアクが少なくて柔らかい野菜になる。じゃあ種類見たことないのがあって。あ、そうです、ね、これ何ですか？サラノバレタスって呼ばれてるレタスでして、はい、オランダのライクズワン社っていう、種苗会社の、ブランドのレタスでして、うん、日本でもまだ15軒ほどしか作られてる方おられなくて、滋賀県ではここでだけ作ってます。滋賀県ではここだけ、はい、特徴としてですね、お花の形になるんで、すごい見た目的にも華やかでして、うんうん、あとは小さい葉っぱがたくさんつくんですね。形が揃う葉っぱがついて、で通常のリーフレタスの2倍から4倍の葉っぱがつくって言われてまして、すごい使い勝手のいいレタスになってます。でもまだ日本でもあんまり知られてないレタスですけど、はい、それやっぱオランダにからこうもらうんですか、種って？代理店さんが、まずハウスを見に来られて、環境であったり規模であったりを見られるんですね。で、まあ、ここでやったら作ってみてくださいということで、サンプルの種を植えて、で収穫できる大きさになった時にまた見に来られるんですけど、で、あ、これだとサラノバレタスとして出してもいいよっていう許可を得て、で初めて契約を交わして、水なんかをまあいいものを使っているので、そこでちゃんとしたものが出来上がったので許可をいただきました。じゃあもう今自信満々にね。自信満々です。これを作ってください。素晴らしい。現在サラノバレタスなどのリーフレタスをメインに、水菜や小松菜、ハーブなど水耕栽培に適したサラダ用の野菜を生産する吉井さん。地元の JA 直売所でも大変な人気で、中には直接ハウスまで買いに来る人がいるほど。ありがとうございます。いやいや、こんにちは。ありがとうございます。いつもすごい人気でね。ありがとうございます。こちらは大津市のレストランからわざわざ野菜を買い付けに来ている常連さんです。どうですか、こちらのお野菜は？すごい新鮮でみずみずしいのですっごい人気です。水で作られてるのもあって、独特のなんかこう苦みとかがこう少なくて、なんかお子さんでもすごいこう食べやすいっていう声をお客様からたくさんいただいてます。やっぱ嬉しいですね。嬉しいです。そう言ってもらえるのが一番ね。営業再開したらドーンと頼みます。ありがとうございます。大人気の吉井さんの野菜、改めてお二人にお話を伺いました。農業を始めるきっかけって何やったんですか？空いてるハウスがあるんで、何かに使えへんかっていうことでちょっと相談を知り合いからもらいまして、で、まあ、せっかく新しいことを始めるんだったらっていうので水耕栽培をしてみようかっていうことで始めたんですけど。え、じゃあ代々農業されてたって感じですか？っていうわけではないですね。え、じゃあ前のお仕事って何やったんですか？もともと土木の仕事してました。全然違うじゃないですか、はい、じゃあもう二人三脚でずっと農業も支えられてたんですか？もともとエステの仕事をしてまして。また全然違いますね、はい、そうなんです。子供を出産して、で育児休暇が終わって戻ろうと思ってたんですけど、ここを始めるからっていうので手伝ってくれないかって言われて、やっぱりもう支えてあげようってすごい思えたんですか？そうですね。いないもんやと思ってください。
いないものと思ってください。まあっていう感じだったんですけど、まあまあ主人もですけど、あの主人の父からもすごいアプローチがあって、お父さんからもですか？いろんなところから攻めました。周りを固めているんですね。そうです。でもやってみていかがですか？そうですね。やってみてなんか意外に楽しいなっていうのもありますね。次生まれた時は一人減りますけどどうします？もう子供を抱っこしながらでも。でも抱っこしながらお客さんの相手にしてました。一員みたいなもんですね。そうです。仲睦まじい夫婦が作る野菜はどれほど美味しいのか、特別にサラダをいただけることに。これ両方サラノバなんですか？はい、そうです。ワンカットレタスって呼ばれるもので、ワンカットで一度に葉っぱがバラバラっとばらけるっていう特徴があるので、こういう感じですね。お、取れましたね。はい、でこれはバラバラ。うわー、すごい。ほんまや。一気に一枚一枚バラバラになりますね。はい、そうです。レストランさんにはすごい喜ばれてますね。時短になりますね。そうです。いつもうちではですね、オリーブオイルと粉チーズ混ぜたものをかけて食べるんですけど、今回ちょっと地元のイタリアンのシェフと一緒に共同で作らせてもらったうちのレタスを使ったドレッシングになります。もうレタスをレタスで食べてもらうと。レタスオンレタス。そうです。いただきます。美味しいですか？これ美味しい。シャキシャキ。ありがとうございます。あ、しかも肉厚あるから食べ応えもありますね。そうですね。で、言ってた通り臭み苦味全くない。はい、いや先ほどもお客様来られてましたけれども、そりゃ愛されるわっていうね。ありがとうございます。小さいお子さんって生野菜が苦手な方が、子が多いので、小さい子でも食べれるように野菜嫌いな子をなくしていきたいなっていうのはすごい、サラダの野菜を作ってて思います。うちの子も本当にパパのお野菜おいしいってもうもぐもぐ食べてくれるんで保育園のお母さんとかもすごい、ここのレタスやったらうちの子が食べてくれるって言ってやりがいになって、はい、もうこれからもどんどん頑張っていこうと。愛されるお野菜に。そうですね。二人三脚ならぬ、はい、3人4脚じゃなく4人5脚。お父さんお母さんも入れたら何人ぐらいある？いっぱいですね。いっぱい頑張ってください。ありがとうございます。